ジョン・ウェイン主演の1936年の西部劇、オレゴン街道フィルムは前編が失われたと考えられているが、2013年に約40枚のスチル写真がコレクターによって発見された。失われた映画とは、フィルムやスチル写真などの作品を記録したメディアの所在が映画スタジオのアーカイブ、個人コレクション、アメリカ議会図書館をはじめとする。 公共アーカイブのいずれにも確認できなくなっている長編内視短編映画。幻の映画と称されることもある。失われたフィルムという言い回しは長編映画などについて未編集版や別編集バージョンなどそれが制作されたことが知られていながらもはや映像が残されていない削除シーンなどを文字通りの意味で指すこともある。時には失われた映画とされていた作品のコピーが 再発見されることもある。フィルムが現存するものの完全な形ではない作品は、フィルムが部分的に現存している映画と称される。ドロレス・コステロが主演した1928年の映画、テンダーロイン。バイタフォンによる会話の場面を含む2作目の長編映画であった。サウンドトラックは現存するが、フィルムは失われたと考えられている。 20世紀のほとんどの期間、アメリカ合衆国の著作権法で定められた著作権の登録制度に基づき、すべてのアメリカ合衆国の映画作品について、少なくともコピー1本をアメリカ議会図書館に保管されることが求められていたが、議会図書館はそうしたコピーを永続的に放置することは義務付けられておらず、1909年の著作権改正法が定めるところにより、 著作権にかかる保管物については、図書館がそれを必要としない限り、著作権を主張していたものに返却を求める権利があるとされていた。サイレント映画時代のアメリカ合衆国の映画は、失われた作品が現存するものより、はるかに多く、1927年から1950年までに制作された陶器作品も、おそらくはその半数は失われたと考えられている。 ほとんどの映画スタジオは制作中のセットで大型のカメラを持ったスチルカメラマンが働いており、後で宣伝に用いることができるようなスチル写真を撮っていた。高品質なガガ紙のプリントは大量に作成されて映画館に掲示されるものもあったし、数は少なくとも新聞や雑誌に提供されていたため、その中には失われた映画の映像イメージをかろうじて、 伝えるることになったものものある一部の作品、例えば真夜中のロンドンでは大量の断片が残されていたためスチル写真で記録された順番に従って場面を制御し作品全体を復元することが可能になった。部分的に失われた映画について新たなプリントを復元する取り組みにおいては失われた部分に変えてスチル写真を挿入することがしばしば行われている。 1984年にジョルジオ・モロダーが再編集して公開したメトロポリスでは主人公と入れ替わった労働者が車窓から吉原の光に負けてしまい相棒が虚しく待っているシーンはオリジナルのフィルムが現存しないためスッチルで処理している失われた映画の大部分はサイレント映画や初期のトーキーであるバイタフォンの時代 おおむね1894年から1930年にかけての作品である。マーティン・スコセッシが設立したフィルムファウンデーションは1929年以前に制作されたアメリカ合衆国の映画の9割が失われたと推計しており、アメリカ議会図書館はサイレント映画の75%が永遠に失われたものとみている。サイレント映画が失われた最大の理由は、 意図的な廃棄であったが、これは1930年までにサイレント時代が終わった後、サイレントのフィルムが商業的にほとんど無価値なものとみなされたためであった。フィルム修復家のロバート・ A ・ハリスは、初期の映画のほとんどは映画スタジオによって一括して廃棄されるため、残らなかった。そうしたフィルムを救って保存しておこうという考えは、どこにもなく、 スタジオは空きスペースを必要としており、フィルム素材を保管しておくには、金がかかりすぎたと述べている。また、多くのフィルムが失われた理由には、1952年以前に製造されていた 35mm フィルムの、ネガフィルムや上映用プリントの大半が、ナイトレートフィルムであり、極めて燃えやすかったこともあった。著しく劣化したり、不適切な方法で保管されると、 自然発火することもあった。一旦火災となればアーカイブされていた全フィルムが年始することになる。例えば、1937年のフォックス映画の保管庫火災では、1935年以前のフォックス映画の全フィルムが失われた。1965年の MGM 映画の保管庫火災でも数百本に及ぶサイレント映画や、 初期の陶器一作品のフィルムが失われた。また、ナイトレートフィルムは、科学的に不安定であり、年月の経過とともに粘り気を帯びた塊になったり、火薬に似た粉末になったりするなど、経年劣化しやすかった。その変化の過程は、予測が難しく、低温、低湿度、十分な換気といった理想的な環境であれば、期間保存も可能であり、 中には1890年代のナイトレートフィルムが良好な状態で保全されている例もあるが、それはごく一部であり、現実の保管環境は理想からほど遠いものがほとんどであった。そのため、それよりずっと後年のものが、場合によっては20年ほどしか経っていなくても、修復不可能なほど劣化してしまうこともあった。ナイトレートフィルムに固着された映画が保存されているというとき、 ほとんどの場合は、それが安全フィルムにコピーされていることを意味するか、より最近であればデジタル化されていることを意味しており、いずれの方法によるにせよ、画質の一定の劣化は避けられない。イーストマンコダックは、1909年春に、何年製の 35mm フィルムの供給を始めた。しかし、当時のフィルムに柔軟性を与えるために用いられていた、過素剤は、 あまりに早く蒸発して抜けてしまったため、フィルムはすぐに乾いて、脆くなり、亀裂が入ったり、パーフォレーションが破損したりした。結局、1911年の時点で、アメリカの主要な映画スタジオは、旧来のナイトレートフィルムの使用に戻っていた。1940年代後半に、品質の改良が進むまで、安全フィルムの使用は 35mm フィルムより、 小さな規格である 16mm フィルムや 8mm フィルムなどに限られていた。1931年より前にワーナーブラザースとファーストナショナル映画で制作されていたサウンド付きの映画作品の中にはサウンドトラックに別個のレコード版を用いるサウンドオンディスク方式であるバイタフォンによっていたため失われるに至ったものもある。1950年代にはテレビ用に 既存の映画作品を供給するシンジケートであるアソシエーテッドアーティストプロダクションズが初期のトーキー作品から 16mm フィルムのサウンドオンフィルム方式による縮小プリントを作りパッケージとしてテレビに供給していたがある一本の映画作品に伴う叱るべきサウンドトラックのレコード版の一部が失われていたようなことがあればその作品が生き残る 可能性は大きく損なわれることになった。今日まで残されているサウンドオンディスク方式の映画の多くは、そのようにして作成された1 6ト、mm、ルフィルムの縮小プリントのみによって伝えられている。1929年の映画、ブロードウェイ黄金時代。ワーナーブラザースにとって3作目のテクニカラーによるカラー作品であったが、フィルムリール全10本のうち9本目が完全に残り、 10本目は最後の数分間が欠けたものが残る。トーキー、テレビ、さらにその後のホームビデオの時代が到来する以前、映画は各地の映画館での興行が終わってしまえば、その後の将来にわたる価値はほとんどないと考えられていた。このため、多くのフィルムが場所を開けて保管の経費を抑えるために意図的に廃棄された上、 フィルムに含有された銀を回収するためにリサイクルに回された。1920年代から1930年代にかけて用いられたテクニカラーの二色ネガフィルムの多くは映画スタジオ側では不要と判断されて廃棄されたがテクニカラー社の保管庫には今も保存されている。使用済みのプリントの一部は廃棄物処理業者に流れ、 最終的に短い長さのフィルムの断片に切り刻まれた上で、家庭用の玩具として扱われる小さな手回しの 35mm フィルム映写機により、ハリウッド映画の短い場面を上映するために用いられた。このように、初期の映画作品は注意深く配慮されるということがほとんどなかったため、初期の映画制作者たちや演技者たちの業績は、 断片的な形でしか今日に伝えられていない。よく知られている。そのような事例としては、セダバラが挙げられる。初期の映画界における最も有名な女優の一人で、あるバラは40本の映画に出演したが、現存している作品は6作にとどまっている。クララ・ボウも、その前世紀には同様の名声を誇ったが、57本の出演作品のうち20本は完全に失われており、 残りのうちの5歩も不完全な形でしか残っていない。いずれも一世を風靡した舞台女優でサイレント映画界に飛び込んだポーリーン・フレデリックやエルシー・ファーガソンは今日ではその実績を伝えるアーカイブ記録が乏しいことからほとんど忘れられた存在となっている。フレデリックが1915年から1928年に かけて出演した映画で現存するものは10本未満であり、ファーガソンの場合は1919 19年の1本と、彼女にとって唯一の陶器ーーとなった1930年の作品の2本しか現存していない。同じく舞台女優出身でバラのライバルであったバレスカスラットに至っては映画出演作品のすべてが失われている。西部劇のヒーローだったウィリアム・ファーナムは、 バラやスラットと同じく、フォックス映画の出演者で、ウィリアム・エス・ハート、トム・ミックス、ハリー・ケリーらと肩を並べる存在だった。しかし、ファーナムのフォックス映画における、出演作は3本しか現存していない。他の俳優でも、フランシス・エックス・ブッシュマンや、ウィリアム・デズモンドは、多数の出演クレジットの記録が残されているが、彼らの前世紀の出演作は、廃棄、紛失。 スタジオの経営破綻などにより、ことごとく失われてしまった。しかし、スラットやバラとは異なり、ファーナムたちは、トーキー時代から、さらには、テレビの時代まで活動し続けたことから、後年の演技は主張も可能となっており、また評価されている。一方、例外もある。チャールズ・チャップリンの映画出演作品は、そのほとんどが現存しているだけでなく、 最終的に作品に使われなかった膨大な量の撮影済みフィルムが古いものでは1916年から保存されている。チャップリン作品で失われたのは彼が税金の控除の関係で自らの手で廃棄した海の女性とキーストンスタジオ時代初期の彼女の友人であるオイハギである。D.W. グリフィスのフィルモグラフィもほぼ完全に残っているがこれは彼が 初期に関わったバイオグラフ社が初期作品の多くをフィルムから取ったインガシプリントで保存し、議会図書館に収めていたためであった。1910年代から1920年代にかけてグリフィスが監督した長編映画は1930年代にニューヨーク近代美術館のフィルムコレクションに収まり、キュレーターのアイリス・バリーの下で保全された。 メアリー・ピック・フォードのフィルモグラフィは完全に残されており、彼女の初期出演作はいずれもグリフィスが監督したものであり、1910年代後半から1920年代初めにかけ、ビッグ・フォードは自身の出演作の制作権限を自ら握っていた。さらにビッグ・フォードはアドルフ・ズーカーが支配していたフェイマス・プレイヤーズ・フィルム・カンパニー時代の初期出演作のフィルムを 廃棄寸前に回収していた。チャップリンやダグラス・フェアバンクスのようなスターたちは絶大な人気を誇り、彼らの作品はサイレント時代を通して何回も何回も再上演されていたため、上映用のプリントが何十年か経った後でも表に出てくる可能性がある。ピックフォードやチャップリン、ハロルドロイドやセシル・ビーで見るといった面々は映画保存における初期のチャンピオンたちであるが、 特にロイドは1940年代初めの保管庫の火災によってサイレント映画作品を数多く消失したにもかかわらずそのような立場にある改良された 35mm の安全フィルムが導入されたのは1949年であったこれ以降安全フィルムはナイトレートフィルムよりもはるかに安定したものとなり1950年頃 以降はフィルムが失われることは比較的少なくなった。しかし、かなりの範囲のカラー映画における色褪せやビネガーシンドロームがこれ以降のフィルム保存の取り組みを苦しめることになった。1950年代以降、ほとんどのメインストリームの映画作品は失われることなく保存されるようになったが、初期のポロの映画や B 級映画の中には失われてしまったものもある。 そうした例は、多くの場合、世間に知られない映画作品が誰にも気づかれないまま、わからなくなってしまうというものだが、中には、名の知られたカルト映画の監督たちの作品でも、失われてしまったものがある。1926年から1931年にかけて制作された映画の中には、バイタホンのサウンドオンディスク方式によるものもあり、その場合、サウンドトラックは、 フィルムとは別になっていたため、現在ではサウンドトラック版が失われたり破壊されており、映像だけが残っているものもある。逆に、こちらの方がありがちな場合であるが、初期の音声付きの映画がサウンドトラック版のセットだけで残り、例えば、ジョンバルモア主演の1930年の映画、ザ・マン・フロム・ブランクリー・エスのように映像は完全に失われてしまったり、また例えば、いずれも、 非常に人気が高く大きな利益を上げた2色のテクニカラーによる初期のミュージカル映画であった1929年の映画ブロードウェイ黄金時代と1930年の映画圧巻の歌のように断片化した映像だけが残ることになった。1950年代初めから半ばにかけての初期のステレオサウンドトラックは 35mm の磁気リールや磁気フィルムに組み込まれて再生される形式のものがあり、ホックス映画の4トラック磁気方式のように、標準的な磁気ステレオもあったが、これらは現存していない。肉の老人形、底抜け破れかぶれ、宇宙戦争、ドクター・ティーの5000本の指、地上より永遠にといった作品では、もともと三トラックの磁気記録されたサウンドがあったが、現存するのは、 光学的に記録されたモノラルのサウンドトラックだけである。三サ三セルロースフィルムに自生体を定着させる化学作用が自触媒反応を起こし、フィルムの劣化に至る。映画スタジオの経営陣の間では、モノラルの光学サウンドトラックを含むネガフィルムがあり、上映用プリントを作り出せるなら、ステレオバージョンのサウンドトラックを保存しておく必要はないと考えられたのである。 失われた映画と思われていた作品のプリントが再発見されることも時々ある。例えば、1910年の映画、フランケンシュタインは何十年にもわたって失われた映画だと信じられていたが、1970年代には、とある収集家がそれとは気づかないまま長年所有していたプリントが発見された。1912年の映画、 リチャード3世は1996年に発見され、アメリカンフィルムインスティチュートによって修復された。2013年には、メアリー・ピック・フォードの初期の出演作で、彼女の名が初めてクレジットされた、ゼアファースト・ミスンダー・シュタンディングが、ニューハンプシャー州のナヤから見つかり、キーン州立大学に寄贈された。1922年の映画、シャーロック・ホームズは、1970年代半ばに、 再発見されて復元されたが、その一部である約二十六分の差しは未だに見つかっていない。グロリア・スワンソンとルドルフ・バレンティノが主演した九百二十二年の映画ビリヨンド・ザ・ロックスは何十年もの間失われた映画だと思われていた。九百八十年に発表された回顧録の中でスワンソンはこの作品を含めて当時の出演作が失われたことを嘆いていたが、 私は、こうした映画たちが永久に失われたものだとは信じていないと楽観的に結んでいた。2000年には、この作品のプリントがオランダで発見され、オランダ映画博物館とハーゲフィルム、映画保存者によって修復された。このプリントは、ハールレムに住み、貴人として知られたオランダ人の収集家、ヨープ・ファン・リエンプトから寄贈された2000個ほどの錆びついた。 フィルム館の中から発見された。2005年に修復後初の上映が行われた後、ターナークラシックムービーズでも放映された。2000年代初め、それまで多数の異なる編集版が流通していた1927年のドイツ映画メトロポリスが編集除去されたフィルムを盛り込み、傷ついたフィルムをコンピュータ技術も利用して修復し、 可能な限りオリジナル版に近い形が復元された。しかし、修復された映画の DVD をリリースした、キノインターナショナルによれば、その時点でもオリジナル版のおよそ4分の1は、失われたものと考えられていた。2008年7月1日、ベルリンの映画関係者たちは、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるパブロ・ドクロス必見、映画博物館のアーカイブで発見されたコピーに、 2002年の修復の時点では見つかっていなかった場面のうち、一つを除くすべてが残されていたと発表した。この作品は、プレミア上映時に近い形が修復されたことになる。2010年、初期のアメリカ合衆国の映画作品10本のデジタルコピーが、エリツィン大統領図書館からアメリカ議会図書館へ送られたが、これは、ロシアの国立アーカイブから返還された。 最初の映画となった。テレビ番組の中でもフィルムで制作されていたものは後から再発見される場合がある。1951年に制作されたアイラブ・ルーシーのパイロット版は長らく失われたものと考えられていたが、1990年に出演していた俳優の一人で同家のペピートを演じていたペピート・ペレスの未亡人がコピーを発見した。その後、 この映像はテレビでも放映された。また、時には、本来の形では失われたと思われていた映画が、着色化されたり、他の様々な技法で修復されたりすることもある。1964年に制作された、宇宙大作戦のパイロット版、がんだ楽園は、1987年まで白黒のプリントしか残されていなかったが、 ハリウッドのフィルム現像上書で音声が付けられていない 35mm フィルムのリールが使用されなかったシーンの切り落とされたネガフィルムと合わせフィルムアーキビストによって発見された。同様にビデオテープ化された番組の多くは以前はテープの再利用によって失われたと考えられていたが長年の間にアメリカ合衆国以外の地域で作成されたキネコのフィルムプリントが 個人のコレクションや様々な場所から発見されている。失われた映画の一部がストックフッテージとして他の映画の中に使われて部分的に残るという事例もいくつかある。ユニバーサル映画が1930年に制作した長編映画、猫はハイオルは失われた映画であるが、かろうじて現存している部分はユニバーサルが1932年に制作した短編映画、 ブーの一部に盛り込んだものだけである。ただし、この作品のサウンドトラックのコピーは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校が保有している。ジェームズ・キャグニーが主演した1932年の映画、検討のキャグネーは、いち早く1929年に制作されたテキサス、ギナン主演のトーキー、クイーン・オブ・ザ・ナイト・クラブスの一部を流用していた。1932年の時点では、 クイーン・オブ・ザ・ナイト・クラブスは失われた映画ではなかったが数十年を経てそのプリントはすべて失われ検討のキャグネーに流用された部分だけが現存する形になった。女優からゴシップコラムニストに転じたヘッダ・ホッパーの女優デビュー作はホックス映画が1916年に制作したザ・バトル・オブ・ハーツであった。この作品の主演はウィリアム・ファーナムだったが長く ホックスと契約していたファーナムの経歴においてはその最初期にあたっていた。26年後の1942年にホッパーは自ら制作にあたって短編映画ヘッダホッパー S ハリウッド2を作った。この短編内ではホッパー、ファーナム、ホッパーの息子ウィリアムホッパー、その妻ジェーン・ギルバートがザ・バトル・オブ・ハーツを見る場面がある。この映画は ホッパーのドキュメンタリーの中に残された短い部分だけが現存している。おそらくは、ホッパーも1942年の時点でこの映画の完全なプリントは持っていなかったものと思われる。いずれにせよ、ザ・バトル・オブ・ハーツは今では失われた映画となっている。チャールズ・チャップリンの最もよく知られた作品の一つである1925年に制作されたサイレント映画。 黄金鏡時代は1942年に音楽のトラックとチャップリン自身のナレーションを追加した上で再上映された。オリジナル版のフィルムは現在も一般的には失われたものとはされていないが明らかな画質の劣化や一部に脱落したフレームを含んでおり、それらが見られない1942年版のリーシューは意図しない形でこの映画を保存することになった。 1939年に制作されたポーランドの映画、王、oh!、ン・シェン・エアイ・イ・モーイには、ポーラ・ネグリの初期出演作の一つで後に失われた1917年の映画、アレベラからの3箇所の短い断片が組み込まれている。失われた映画の残された断片を組み込み、新たに制作された映画もいくつかある。2002年の映画、理系者は、劣化した。 フィルムフッテージだけを用いて抽象的な光と闇の色調の詩を生み出しており、ペーター・デルペウトより歴史的な1990年の映画、リリカル・ナイトレートにも似たものとなっているが、後者はアムステルダムの映画館の倉庫で発見された館の中から見つかったものだけで構成されていた。デルペウトは1993年の映画、ザ・ホービドゥン・クエストにおいて、 初期のフィルムフッテージやアーカイブ写真に新たな素材を加え、不幸な運命に至った南極探検の架空の物語を語っている。フォックス映画が1931年に制作した長編映画、海探偵調子は、宣伝用に制作された予告編と同じセットを用いて一部の映像も流用しながら役者を差し替えて制作されたスペイン語の映画。 エラン・トレセだけが残されている。ピーター・ジャクソンのモキュメンタリー、光と闇の伝説コリン・マッケンジーは、発見された初期の映画の一部を見せているような表現がなされている。しかし、実際には新たに撮影された映像を古いもののように見せているだけである。ロバード・ロドリゲスとクエンティン・パランティーノのグラインドハウスを構成する長編映画2本、プラネット・テラーとデスプルーフは、 いずれも失われた映画リールへの言及があり、これがプロットデバイスとなっている。ジョン・カー・ペンターのマスターズ・オブ・ホラーのエピソード、世界の終わりでは、架空の失われた映画、ラフィン・アブ・ソル・ドゥ・モンドの探索がテーマとなっている。高月希は2015年の著作、映画探偵失われた戦前日本映画を探して、において、 第二次世界大戦前に制作された日本の映画で現存しているのは1割程度に過ぎないと述べている。また、2019年の京都新聞の記事によると、1910年代の日本映画のフィルムは0.2%しか現存しないとされている。失われた映画と長く考えられていたものの中には、後に日本国外で存在が確認されたものもある。 例えば、ロシア国立フィルム保存所には、戦前にソビエト連邦で公開された作品や、9万州でソ連軍が押収したものなど、およそ500本の戦前の日本映画作品が所有されており、その中には、日本国内には現存せず、失われた映画とされているものが、およそ40本あるとされている。1990年代以降、その一部は日本に持ち帰られ、 東京国際映画祭や東京国立近代美術館、フィルムセンターの企画などで上映されている。ありがとうございます。